ロベルト・シューマンのピアノ競争曲異端調作品54は1845年に完成されたシューマンの残した唯一の完成されたピアノ競争曲である。シューマンはこの曲の前にいくつかピアノ競争曲の作曲に取り掛かっていた。1828年に変歩調調の競争曲の作曲をはじめ1829年から1831年に かけてはえ、町長の競争曲に取り組み、1839年には、二短調の競争曲を一楽章のみ完成させた。しかし、これらの曲はいずれも完成しなかった。1841年、シューマンは後に、ピアノ競争曲の第一楽章となる、ピアノと還元楽のための幻想曲を作曲した。1845年に、それを開作し、 感想曲とフィナーレの2楽章を加えて曲として完成させた。この曲はシューマンの作曲した唯一のピアノ競争曲となった。曲は3楽章からなり、第2楽章と第3楽章の間は休みなしに演奏される。アレグロアフェットオーソ感想曲、アンダンティーノグラチオーゾフィナーレ、アレグロビバーチェ1846年1月1日、ライプチヒゲバントハウスで、 ロベルトの妻、クララ・シューマンの独創、検定者、フェルディナント・ヒラー式で初演された。エドワルド・グリーグが、ピアノ競奏曲を作曲する際に、この曲をモデルとしたのではないかという意見もある。この曲の後に、シューマンは、ピアノと還元楽のための作品として、女装とアレグロア・パッショナートと蝶々作品92と、女装と演奏会を、 アレグロに単調作品134を作曲している。ピアノ以外を独奏楽器とした競争曲としては1850年のチェロ競争曲作品129、1853年のバイオリン競争曲がある。日本初演は1927年9月18日、宝塚小劇場にて、ヨーゼフラスカ式、宝塚公共楽協会によって行われた。 独奏者が誰であったかについては不明。独奏ピアノ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに1体、言語部約30分。ありがとうございます。